トリオードサイロニンは、甲状腺ホルモンの一種である。T3 とも言われる。甲状腺刺激ホルモンは、サイロキシンとトリオードサイロニンの生産を促す。床下部では、T4 は T3 に変換され、TSH は、主に T3 によって阻害される。甲状腺は、T3 よりも T4 を多く生産するため、結晶中での T4 の濃度は、T3 の濃度より40倍も高くなる。 体内を循環する T3 の大部分は、こうして T4 の5位の炭素が、脱用度化されたものである。トリヨードサイロニンの構造は、サイロキシンと類似しているが、一分子あたり要素原子が一つだけ少ない。さらに、T3 は、活性が強く少量しか生産されない。T3 は、最も強力な甲状腺ホルモンで、体温、成長。 心拍数などを含めた体内のほぼすべての過程に関与している。露放空でチロシン残機は溶度化を受ける。この反応には過酸化水素が必要である。溶素の有機化の過程でサイログロブリンのチロシン残機の3位と5位の炭素に溶度が結合し、モヨ溶度チロシンジオードチロシンが形成される。MIT1 つとと D1 つがペルオキシダーゼにより重合して、 T3 を形成する。ありがとうございます。